皆さんこんにちは、ヨーくん街ブラチャンネルです。本日は熊谷駅の周辺を散策するという動画でお送りしますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いします。熊谷駅の乗り入れはまずこちら、北陸新幹線、そして上越新幹線、通過する新幹線が結構多いです。在来線は高崎線、湘南新宿ライン、大宮方面へと電車が走っていきます。そして私鉄では秩父本線、埼玉県羽生市の羽生駅から秩父市の三峰口駅までを結ぶ路線で、途中熊谷駅も通っております。駅構内なんですけども、ラグビータウン熊谷と書かれています。熊谷はラグビーの街で有名みたいで、それも街の散策のうちに、徐々に紹介していこうと思いますんで、それでは早速改札から出て街の様子を見ていきましょう。はい、改札口を出ますと結構人が多くてお店もたくさんあります。駅構内も広く、さすが新幹線の駅といった感じです。南口と北口がありまして、北口が繁華街の方向となってます。とりあえずまず南口の方から回ってみたいと思います。左側には熊谷のお土産コーナーのお店があります。埼玉県内の和菓子店老舗の名前が書かれてます。この十万石まんじゅうっていうのはとても有名みたいです。そしてこちら、もち米に、きな粉をまぶした熊谷の銘菓となってるみたいです。それでは南口に向けて、コンコースを歩いていきます。アズセカンドと書かれてまして、アズっていうのが熊谷駅を構成している駅ビルの名前になってます。コンコースの通りにはスターバックスコーヒーとか、左側にはパン屋さんですかね。もう少しまっすぐ歩いていきますと、右側にはモスバーガー、あとココイチカレーです。ココイチカレーのお隣にはラーメン屋さんがあります。さらにお隣にはなんかキャラクターの書かれてるお店があるんですけども、こちら餃子の満州ってお店ですね。とにかくね、安くて早いっていうのが売りみたいで、とても美味しそうな感じです。餃子の満州、あと首都圏にお住まいの方ならわかると思いますが、中華食堂の日高屋、こちら2つとも埼玉県に本社があるとのことです。どちらも安くて立ち寄りやすいお店で、コスパも良く若い世代も助かるお店かと思います。それではこちらの階段を降りて南口の様子を見ていきたいと思います。はい、南口なんですけども、上から水しぶきが出てまして、これで暑さ対策をされてる感じですね。さすがね、暑い街熊谷ですね。で、暑いのはまあね、どうしようもできないんですけども、暑さ対策の一つとして涼しさ体感アートっていうのをこちら階段に描かれてます。高校生が描いたみたいでね、素晴らしい作品だと思います。はい、それではカメラを左に回していきますと、まずコンビニとかね、あと他にテナントとかがいくつかあるんですけども、でこちらバスターミナルとなっております。バスターミナルの通路をまっすぐ歩きます。今僕の背中に熊谷駅がある状態です。ここをひたすらまっすぐ歩きながら、街の様子を見ていこうと思います。ロータリーの最初の信号のところには、小規模のビルと、あと向かいにビジネスホテルがあります。さらにまっすぐ歩きますと、マンションとかですね、あと中規模のビルとかで、そこまでこうお店があるような印象はなく、落ち着いた街の印象を受けます。さらにまっすぐ歩いていきますと、マンションとかもだんだんとなくなってきまして、こういうふうな小さな住宅街が広がってます。さらにまっすぐ進むと、図書館とか市民体育館といった公共の施設が左側に広がっております。で、この奥にですね、川があるみたいで、そちらまでちょっと行ってみたいと思います。突き当たりのとこまで来ました。熊谷桜堤と書かれてますね。ではこちらにちょっと入りまして、階段を上って様子を見ていこうと思います。はい、階段を上りますと、川が広がってるのかなと思ったんですけども、ラグビー場の練習場がありました。その奥に荒川という川があります。熊谷市は利根川と荒川に囲まれた町となってます。ちなみに熊谷桜堤は日本の桜名所100選に選ばれてるみたいで、時期が来た時には訪れた方がいいエリアかと思われます。はい、桜堤を後にしまして、熊谷駅まで戻りたいと思います。駅に戻ってコンコースを渡って北口の方まで来てます。乗り越えよう、頑張ろう、熊谷って看板があります。で、ラグビーの街と、あと気温が暑い街ということで、こういろんな熱気が来るような、そんな街ですね。
エスカレーターを降りまして、北口のとこまで来ました。上からは水しぶきが出てます。南口と同様暑さ対策をされている感じです。はい、北口のまず左側から歩いていきます。吉野家とかお蕎麦屋さんとかがありまして、さらにまっすぐ歩きますと、マックとかですね、あとコンビニとかがあります。で、こちら細い路地の方は、居酒屋さんとかが多くあるような、そんな印象を受けます。さらにまっすぐ歩いていきますと、ローソン、コンビニの奥の方にモニュメントが見えます。そう、このモニュメントなんですけども、ラグビーボールです。熊谷はラグビーの街ということで、こんな感じでありました。さらに正面にはカラオケ館とか、他にはですね雑居ビルとかがありまして、首都圏型のこう都市といった、そんな印象を受けます。熊谷駅北口の全体像はこんな感じとなってます。はい、駅ビルもこうありまして、これがアズ熊谷という駅ビルですね。駅直結のビルとなってます。結構こう見ると栄えてますよね。先ほど映したアズの駅ビルの正面まで来ました。松本清とか、他にはですね成城ドラッグとかもあります。で、この道路を右に曲がってちょっと歩いていきたいと思います。しばらくまっすぐ歩きますと水戸証券という看板があります。で、ここをもう少しまっすぐ行くと、右側にはなんとまた大きい感じのこうね駅の入り口がありました。こちら熊谷駅の東口です。で、アズっていう駅ビルと、隣にビルがあって、ティアラ21っていうショッピングモールがあって、それで構成されてます。このティアラ21沿いをちょっと歩いていきます。左側にはですね個人でやってる、アパレルのお店とか、あと餃子の王将とかですね、居酒屋さんとか、結構いろんなお店がありました。さらに奥まで行きますと信号がありまして、奥には日東モールって書かれたまた別のショッピングセンターがあります。ちょっと近くまで行ってみましょう。先ほど画面で映したティアラ21とは別な建物になると思います。カフェレストラン、ガストとか、あと野島電機、ユニクロとか、こちらも複合ショッピングセンターとなってます。こう考えると結構ショッピングセンターが連なってて、熊谷ってすごいなって思いました。はい、熊谷駅北口の入り口のとこまで戻ってきました。これからですね、このメイン通りというか、その通りをまっすぐ歩きながら、ちょっと様子を見ていきたいと思います。はい、このような感じで、居酒屋さんとかパチンコ屋さんですね、あとはオフィスビルとかがこういくつか連なってて、まあそうですね、高層ビルというよりはこう中規模のビルがこう並んでる、そんな感じの街の形成をしてます。はい、またしばらく歩きますと大きい交差点があります。銀行とかですね、左にはオフィスビルがあります。で、今度はここの交差点を左にちょっと曲がってみたいと思います。左に曲がりますと、このような感じにね、いろんな提灯が並んでまして、なんかこう祭りのこう前兆みたいな感じですよね。で、熊谷ってこの提灯とは関係あるかわかんないんですけども、関東一の祇園祭りということで、熊谷内輪祭りで有名みたいです。あとこの通りなんですけども、小さい川が流れてまして、こんな感じでですね、街の中にある憩いの場って感じですね。ちょっとこう見るとね、涼む感じがしますね。で、この通りをしばらくまっすぐ歩いていきまして、で、ここでですね、熊谷市の概要をお伝えしようと思います。埼玉県熊谷市は人口が約19万人で、県内9位の都市です。埼玉県北部地域で最大の人口数を誇り、北部の経済一大拠点となってます。江戸時代には中山道の宿場熊谷宿が置かれ、宿場町として栄えました。現在でも市内には国道17号をはじめとする4本の国道があり、あと新幹線と、秩父本線、高崎線、湘南新宿ラインなど、交通の主要都市となってます。で、熊谷市ってなんで暑いかって話なんですけども、東京都心のヒートアイランド現象によって温められた熱風がまず来るのと、フェーン現象によって温められた秩父山地からの熱風が市内の上空でこう交差するんですね。そのため熱風の交差点とも呼ばれてまして、それでこう熊谷市が暑いんですね。またラグビーの街の話なんですけども、先ほど河川敷とは別に北口から少し離れたところに熊谷スポーツ文化公園という場所があります。巨大なラグビーグラウンドや、ラグビーだけじゃなくて、いろんなスポーツ施設や、サイの国熊谷ドームとかもあるみたいです。このエリアはめっちゃ暑いんで、こうスポーツがとても有名なのはいいんですけども、皆さん熱中症には本当気をつけてもらいたいものです。
正面には大きい建物がありますけども、あちらは八木橋百貨店と呼ばれてます。近くまで行ってみようと思います。で、この渡る通りが国道17号中山道ですね。で、さらに奥にはですね、あの国道17号のバイパスも走ってます。入り口にはこちら気温計がありますね。で、地下が食品売り場で、他にもいろんなテナントとかお店がありました。ここは古くからのおそらく百貨店かと思われます。で、百貨店を後にしまして川沿いの通りまで戻ってきました。熊谷市ホタルを保護する会とか書かれてますね。で、こちらなんですけども、こんな感じで川に椅子を入れてね、こう水遊びをする感じで、いや本当暑い町ならではのこう涼み方っていうのがあるもんですね。はい、以上熊谷市を散策するという動画でお送りしました。今後も街ブラをどんどん上げていきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴お疲れ様でした。